日本がたどるデジタル社会の未来予想図は久保田良次一般財団法人コード映像情報センター AVCC 理事長霞が関ナレッジスクエア KK2 代表長い人類の営みの中で日本でのソサイティ2.0農耕社会からソサイティ3.0工業社会への節目は今から170年ほど前の明治維新ですこの時代に来した 外国人を驚かせたのは当時の庶民の高いリテラシーでした。女性や子供までが読み書きそろばんができたのは指揮者が庶民の子供たちを指導する寺小屋といった自発的教育システムの賜物です。身分を問わない地域での学び合いという土壌が工業社会での急速な近代化を支える人材を供給する社会の底力となったといっても過言ではないでしょう。一方、 第二次世界大戦敗戦後わずか80年弱の営みの中で工業社会からソサイティ4.0情報社会そしてソサイティ5.0デジタル社会へと私たちは急速なパラダイムチェンジと向き合ってきましたデジタル社会での読み書きそろばんにあたるデジタル活用力を多くの国民は学ぶ機会があったでしょうか残念ながら先月のメッセージフロム系 k 通第732号で 述べたように全国の公民館ではインターネット環境すら整備されていない状況です学校教育現場でも教職員のデジタル人材不足は切実で現行業務が優先される中でデジタル人材育成の余裕はなくギガスクール構想の大きなパラドックスとなっているのではないでしょうかデジタル人材の育成は急務ですがたまったツケは大きく一朝一夕には実現できません 今すぐできることは、デジタル活用力の高い人が、デジタル活用力ボランティア、DKV として、地域、コミュニティのデジタル弱者に対して、フェース2フェースの支援指導を行う、寺小屋のような取り組みを実施することだと、私たちは考えています。また、ボランティアは、無償という概念は、今日的には通用しにくく、ボランティアを行った時間がリアルな通貨、円ではない新しい価値。 デジタル通貨としてたまる、時間予たくという概念なら、多くの人に受け入れられるのではないかと考えています。このような活動の総称を、デジタル公民館と名付けました。KK2 は昨年度、楽々電子塾様のご指導による、オンライン IoT 道場を開設しました。今年度は、IoT、AI、DX 等への応用範囲が広い、Python、Python を習得する、 iot 道場基礎コーーススをスタートしましまた初心者の自学自習を原則としていますがわからないことがあるときアドバイスが欲しい時先達がデジタル活用力ボランティア DKV としてオンラインで支援する教育システムです一般募集はこれからですがこのような地道な教育活動を積み重ねデジタル社会の未来予想図に向き合ってまいりたいと考えています 皆様の一層のご支援をよろしくお願いします。